久保さん、なるほど論いいですね。じゃあ僕はなぜ論にしましょうか。なぜ論ですね。これはですね、あの万有引力なのかな、ニュートンさん、あのニュートンさんがですね、リンゴが落ちるときに、なんでリンゴ落ちるのって、なぜリンゴ落ちるんやろうっていうところに、なぜっていう疑問を持ちかけたんですよ。なぜこれリンゴ落ちるの。でも多くの人っていうのはそのなぜを感じなかったんですね。リンゴが落ちてくるっていう現象に対してそこになぜを思わないですよ、当たり前すぎて。でもニュートンさんだけは、なんでリンゴ落ちるんだ、これはなんかがあるんだろうっていうことで万有引力っていうのが見つかったらしいんですけどね。これは有名な話ですけど、だから多くの人ってそのなぜを求めないんですよ。なぜこの人は稼いでるのかとか、なぜこの人は成功してるのかっていうところを考えると、何が見えてくるかっていうと、その人の本質、そこのまあ本質というかね、なんだろうな、そこに目に見えないものが見えてきます。表面上じゃなくて裏の部分を見ようとするんで、なぜっていう。だって リンゴが落ちてくるっていうところは目に見えて表面上じゃないですか。でもそのなぜそれがリンゴが落ちるのかっていうところは目に見えなくないですか。なんでリンゴ落ちるのっていうところはその引力があってて、じゃあ引力って目に見えます？目に見えないですよねだけどなぜって思うと目に見えないところを見ようとするんですよ。表面上じゃなくて中身を見ようとするんですね。でこの中身が大事なんですよ。で多くの人っていうのは表面上しか見ないんで、でなんで表面上しか見ないかっていうと、なぜ論がないからです。なぜなんだろうっていう、だ常になぜと思うってことが本当に大事ですね。僕は常になんでだろうなと、なんでこの、まあ、よくねインタビューとか対談とかするんですけど、なんで自分は成功できたと思います、なんで稼げたと思いますかっていう、もうほぼ確実に聞きますね。ほぼ確実に聞きます。なぜ稼げたと思います、人との違いはなぜどこにあったと思いますとか、なぜですかっていうのをめちゃくちゃ聞きますね。聞いてます？なんかうまくいった人になぜうまくいきましたかって聞きました？多分聞くとするならば、それって本当に稼げるんですかっていうことを聞くでしょう、ね、稼げる保証ってあるんですかっていうことを聞きません？でもなぜそれが稼げる、なぜ久保さんは成功したんですか、久保さんが成功した要因を3つ挙げるとしたら何ですかっていう質問を久保さんされたことあんまなくないですか。久保さんなんかすごいですねと、僕からするとすごい成功者ですと、久保さんみたいになりたいです。でなぜ久保さんは、今の、そういう状態になれたと思います、もしよろしければ3つにまとめて回答していただけると助かりますとか、まあ、頭悪いんで僕とか、そんな質問もらわないですよね久保さん久保さんなぜがないですよね、どうやったら稼げますかって、どうやったらなんですよ。多くの人はどうやったら稼げますかと、どうやったら脱サラできますかね、どうやったらみたいな、じゃないんですよ、そこもね大事じゃないって言われるとあれですけど、もっと大事なとこっていうのはなぜっていうとこですよね、なぜその人はうまくいってるのかっていう、でそこを見つければおのずと見えてくるんですよ。あ、やらないといけないなとか、あ、稼いでる人は、まあ、それ相応のことをやってるんだなっていうところが見えてくるんです。多くの人っていうのはいくら稼げましたっていうところしか見ないんで、それは見やすいですよね。稼げたっていうのは数字も出るし、でもじゃあそれを稼ぐ上でどれだけやってきたのかっていう、1日何をやってきたのかっていう、じゃあその人がね月収100万まで到達する上で1日何をやってきたのかって細かく365日分説明してます？してないですよね。でもそこはなぜって思って聞いたりとか、そこを掘り下げていくと見えてくるものがあります。はい、ということで、久保さんの動画この後映すんで、よかったらどうぞ。お金持ちになりたい、でも行動した上で失敗をしたくないって方にちょっとだけねアドバイスができるとしたら、全てはなるほど論なんだと思うんですよ。これは速稼塾の概念にあるんですけども、あ、なるほどと思うことなんですよね。何かを行動する、批判を浴びる、あ、こういう発信したらこんな批判が来るんだ、なるほど、一個勉強になったなっていうふうにやっていくんですよね。でこういうことをしたら利用規約で叩かれてアカウントが停止されると、これは失敗ではないんですよ。あ、なるほどなんですよ。このなるほどなるほどなるほどを積み重ねることによって、失敗という材料、いや、あえて失敗という言葉を使いますけども、うまくいかなかった失敗だという材料が集まってきて、ついに成功へのルートが開かれるんですよね。
まあ、失敗と成功って対比して、使われていますけども、これはね一心同体なんですよ。うまくいかなかったことによって自分が行ってはならない方向が見えてくるということなんですよ。だん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 進むべき方向が見えてくるんですよね。それはもちろん100本ルートがあって100発100中でうまくいくルートだけを見出せればいいですよ。でも我々はそもそもね生まれ落ちてからもうすでに失敗が始まってるんですよ。でもこれは失敗を生かしていくことによってさらなる、ね、高みに登っていくという希望もあるんですよね。だから失敗も成功も表裏一体どころか全く同じものなんですよ。私が100回やってきてその中でファンがね離れていった、100個の動画を上げたらファンが離れていったっていうのはある意味失敗だと思いますけども、100回やることによって少数になってるファンは少なくなったけども100回ついてくる人もいるっていう側面もある。そうするとそこはうまくいった面なんですよね。だからなるほどこういう現象が待ってるのかってことを探りに行くためにもたくさんたくさんアクションを起こしていかなければならないのかなと思います。そして仮にですね、まあ、100個失ってマイナス100のところに行ってしまったよってことでも、そのマイナス100を0に戻す作業っていうのはそのまんま0から100に上がる作業でもあるんですよ。ですから失敗で落ち込んだなと思ったらチャンスだと思ってほしいんですよ。そこから一歩前進することっていうのはそれを続けることによっていつかね地上に目を出してそこから一歩前進がずっと続くってことなんですよ。借金が3000万ぐらいあった時代に私は1万円の借金を返したら、あ、3000回これを繰り返せば返せるなとは思ったんですけども、金利ってものに追いつけないんで稼ぎ方を変えていったっていうことがありますよね。それからですね、私たちがもしね失敗だと言うんだったらそれは一つ死だけなんですよ。死んでしまえば再起不能なんですよ。それ以外はなんとかまた這い上がっていけるんですよね。特に今の時代本当に、ね、首から上だけあれば本当に極端な話です。もう体が動かなくなってもこういった情報発信というのはできますし、情報によって人に価値を与えることができれば、質を高めていくことができれば、それは復活の、まあ、アクションになるんですよね。きっかけになるんですよね。ですから私たちが失敗ともしねあえて言うなら、定義をするなら、失敗の定義は死んでしまうことだけです。あとはどんなに惨めでも、どんなに貧乏でも、どんなにね気分を苛まれても、どこかに復活のですね手がかりがあるわけなんですよね。で、まあ、なるほど論と言いますけども、何かねうまくいかないことがあったら、あ、なるほど、こうやったらうまくいかないんだっていう風な一つのね成功をつかんだと思ってください。成功へのキーワードをつかんだと思っていただければと思います。今回は以上です。